はい、じゃあ先輩インタビューっていうことで第1弾1人目ですよ。いいですね。はい、まずは自己紹介をお願いします。はい、日産プリンス山梨美術館通り東店1年目の望月周平です。よろしくお願いします。はい、1年目ということは、去年入ってきた先輩です。今はどんな仕事をしてますか？今は営業職をやっていて、お客様のお家に訪問したり点検の案内とかをしたり、まあ良ければ車どうですかなんてお話をしたりして一日過ごしています。はい、会社の雰囲気をお尋ねしますが、どんな先輩がいますか？一応自分のお店は東店ということで、1年生と2年生がいるようなお店です。まあわりかしこの会社の中でも若い店舗なんで、まあなんか兄弟の人たちがたくさんいて、で今度は事務の方と店長という形なんで、まあ家族みたいな感じですね。なんだか。はい。じゃあ、今、仕事をしていく中で自分がこう成長していく中で今後どういうカーライフアドバイザーになっていきたいですか？まずはお客様も車と言ったら望月くんみたいな、もうとりあえず車って言った瞬間にもう脳内で自分の名前が出るような人間になるんです。はい、じゃあ最後に、今現在就職活動をしている学生に一言お願いします。就活中、まあ就活、まあ、つまらないかもしれないですけど、まあ、将来を決める大きなことなんで、まああんま考えすぎずにやっていけばいいと思います。以上ですか？はい、お願いします。はい、ありがとうございました。